ーの、コスピットスタジオ。皆さんこんばんは、みおです。れんです。せりです。3人合わせてコスピットです。よろしくお願いします。さあ、なんとラストの回がやってまいりました。どう、せーのコスピットスタジオです。超久しぶりじゃない？この前もやったんだ、実は。マジで？2人の時にせーの、なんか、うん、せーのって言っちゃって、なんか流れ的にせーのになっちゃったんだよ。マジか。あれもコスピットにしちゃったの。そう、もうコスピットにしちゃったの、うん、あ、そうなんだ、うん、知ってた。え、意味わかんない。伝わってないと思うからね。はい、なんかいよいよ終盤じゃない。ラストの週、今日は9月28日。うん。あと2日で10月になってしまいますけれど。はい。まあ、コスピットは9月でね、とりあえずって言い方もおかしいか。終わりなんですけれども、皆さん、はい、このラジオ楽しんでね、最後まで聞いてくださればと思います。まあ、最後ならではの話題とかもね、今回盛り込んでるので、しんみりした感じではなく、最後もコスピットらしくこのラジオ駆け抜けていこうかなと思ってます。まあね、コスピット無駄にうるさいですから ね、まあ、ね、わちゃわちゃがイメージでしょ。おもちゃ箱をひっくり返したんだよ。おもちゃ箱、そうそう、とりあえず何でも入ってるおもちゃ箱、バーンみたいな。ひっくり返した結果この3人みたいな。だからいろいろひっくり返したんで3人。でもそんなわちゃわちゃがコスピットの取り柄ですから。はい。だってコスピットが静かだったらどう？え、ちょっとなんか急にさ、大人ぶってさ、どうしよう、急に敬語とかすごい、これしといてみたいな、丁寧語とか使ったラジオとかすごいしんみりした曲で流してる。あの突然スーツとかテーラードジャケットを着出すみたいな。結局もすごいバラード多くなったら、は誰あんたらみたいな感じになっちゃうよね。もうライブできるかな。ね、できないかもしれない私。あれめっちゃキラキラのダンスになってるかもしれない。かっこいいよ、むしろ。ありますね。で、まあそんなには今日はならないですけど、うん、はい、まあでもいつも通りね、このわちゃわちゃ、まあまあ、私にとっては久しぶりのコスピットスタジオなので、はい、最後までみんなと一緒に楽しんでいきたいですね。そうですね。もう今までラジオをやってきて、うん、なんて言うんだろう、学んだことを全てここにね詰め込んでみたいなのもいいんじゃないですか。ひっくり返し直さなきゃいけない。ひっくり返し直す。最後せっかくいい感じなのバーンってやっと片付けたつもりが全部ガーンっていっちゃう、はい、お片付けはまあ後々みたいなね。あと片付けを後回しにする。後片付けを後回し、まあそれがコスピットですからね。大丈夫か。はい、まあという感じで、はい、コスピットスタジオスタート。はい、ということで、はい、始まりましたよ、コスピットスタジオ。始まりましたって言っても、あのいつもさ、オープニングのラスト始まるピットがあったけど、スタートって言った。もうなんかさっきな、コスピットスタジオの前に仲介候補室とかのそういう話しとったら、スタートが身についちゃったよ。あ、なるほど。じゃあ、あれやる、終わりの時にコスピットスタジオ終わるよみたいな感じ。ちょっと違ったかもしれない。違ったな。すいません。後輩にちょっとダメ出しされました。あ、まあ、1年、3年目の皆さん。まあね、まあね、まあね。ねえ、ごめん。あのさ、なんでどうしたんちょっと光すごいテンション高い。今日どうしたんどうした何があった？先週もこんなんだった。先週はね、普通だった。普通だった。先週は普通だった。先週は普通。むしろ、なんかね、しんみりしてたと思う。結構、先週は、なんか、真面目なコスピット。真面目な話をしてた。あの、真面目に。ちょっと真面目な。なるほど。やっぱりミオさんがいないとちょっと外れないみたいな。何何何どういうことダメだ、無言になった。すいません、番組の途中ですけれども、まあまあまあ、業務連絡です。お知らせです。ちょっとトイレ行ってきていいですか？はい、いいですよ。急やな。まあ、マネピがちょっといたんですけれども、なんと。シビアの話なの。え、うちは行けばいい？いや、もう、あの、いいです。ここで話しましょう。だってこう、マネピンとこいないとさ、時間わかんないよ。そうだね。じゃあ、レンさんお願いしてもいいですか？はい。まあ、ラジオね、たくさんやってきたんですけれども、特にレンと私は。うん、そうですね。まあ、ラジオってさ、なんか、喋、うん、る側に回ることが絶対ないと思っていたご職業なわけで。聞くしかないと思ってた。はい。レンさんマイク入ってますかね。入ってないと思います。聞こえないですね。レンさんの声が聞こえないですね。ここ一番でしょ。一番前か。聞こえますか？聞こえました。はい。じゃあラジオってやってみてどんなイメージですか？なんかやる側ではなかった。
か、じゃあ。ミキサー側ですか？違いますね。どういうことですか？喋るっていう。あ、そういうことですか？ことですか？やっぱり、ラジオ始めた当時は、うん、まあ、コーチケさんにお世話になっていて。そうだね。あの頃も本当何喋っていいのか分かんないんで。そうだよね。これ喋っていいのかっていう。もう3時間生放送来た時は焦りましたよね、やっぱり。だって私ら喋っていいのかな？いや、喋って、いや、なんかここ違うくないかとか、いろいろ思ったり。そう、どのタイミングで入っていいのかも分かんなかったし。普通に会話してって言われたけど、え？と思ったか会話ですかみたいな。逆に会話して。戻ってこられましたもんね、ピラ。早いな、じゃあうち戻るね、そっち。じゃあね。そう、タイムが分かんないからって言ったの、レンさんが一番マイクに行ったんですよ、要するに。そうだね。はい、お帰り。お帰り、お帰り。ただいま。ただいま。あ、レンさんにお帰りって言ったんですよ。あ、そうか。誰も社長に言ってないけど。失礼しました。嘘です。お口に着しときます。はい、はい、戻しましょうか。はい、戻しましょう。まあでも本当に、今はこうやってみんなでさ、こういう感じにしようとかもできてるけど、当時はもう Q シートなんか作っていただいてて、もう全然、はいはい。あとコスピットスタジオが始まった時点でも自分らで書いてなかったですよね。誰が書いてたの？まあスタッフさんに書いてもらってました。あ、当時はね。はい。少しね。だん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 自分らでも書くようになっていったは言ったけど、全然話題が、なんて言うんだろう。出てこない。出てこないっていうのと、皆さんに何を喋っていいのかっていうのがもう全く分かんなくて。コーナーとかも考えてる場合じゃない。うん。だから、コスピットスタジオが始まった時が、30分の枠でいただいてて、うん、うん。で、何を喋ったらいいんだろうみたいな。曲を流したとしても、なんか10分、20分ずつぐらいは、なんか、枠があるわけじゃん。うん、うん。長くて20分で、切って私も10分、10分で。ここで10分何喋るみたいな。もうだんだん本当にネタが尽きてきて。そう、今まで、アニダラコチキさんの番組で、うん、私らアシスタント MC として、いつも話を振ってくださって、うん、まあ、また振ってみたいな掛け合いができてたからいいんですけど、うん、当時、レンと二人の時で、どうしよう、何を喋ればいいんだろう。もう3分も限界でしたね。なあ、あったね。でも、あ、3分も話が持たないみたいな。本当に話ができなかったから、なんか各、県に行った時、遠征した時にコスピットレポートって言って、その場でアイドルさん、うん、光もやったことあるよね。一回だけあると思う。手帳さんたちとかに話聞いた時じゃない？あ、です、ね、大阪で。曲な、その、だから、アイドルさんに話を聞いて、曲を流すっていうのをやってて、でもあれも結構な回数したと思う。ね、いろいろ、ほんとライブの、後に話しに行ったりとかして、うんうんうん、すいません、こういうラジオしていてやっていただけませんかっていうのも、今まで何回もしてきて、で、そうだね、だん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 喋れるようになってきたり、メンバーが増えてからは、うんうん、もうコスピットレポート自体もなくなってきたんだけど、でもその分喋れるようになったっていうか、うん、みんなにお届けすることも、活動の幅も広がったっていうのもあって、うんまあ、それもありがたいことかなと思いましたね。そうね。そう。その1回目のコスピットレポートをしたことによって仲良くなって、さらに喋ることがここでも増えたっていう。そう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 。なんか、やっぱり、うん、あの頃の、まあ、ミオレンの時は、まだ年齢的にも、私なんか中学1年、2年ぐらいで、そうね、なんかまだ、わかんないじゃん。大人の世界とかアイドルの世界とかも。何を喋る？何を、その、やっぱアイドルさんでも結構大人の方とか年齢的にも、うん、話が合うか合わないかで方とかも多くて、で初めての遠征の場所行っても学園でちょこんって座ってるか、もういっそのこと外に出ちゃうとか多くて、うん、あったあった。コミュニケーションとかも取ったりする機会もほんと少なかったんだけど、まあコスピットレポートのおかげで話せたり、うん、今の大阪はだいたいそんな感じもするよね。そうね、ラジオ結構出てもらってますもんね。まあ結局結果的に全部つながってたっていうのがこのラジオではあるかな。まずコスピットスタジオっていうのをさせていただいたことにまず意味があったのかな、うん、そうね。そう。あの頃から考えてみれば、収録自体も早くて30分で終わるじゃん、ぴったり。うんうんうん、でも本当あの頃1時間半かかっとって。一本でな、うん。もう、だからあれなんだよね。今は、なんて言うんだろう。曲とかも喋るのも全部続けて、一回も休憩入れることなく喋ってるけど、うん、35分間ぐらいできっちり。でも、当時はもう一回一回。コーナーごとに止めて。切って、で、打ち合わせしてっていうのをやってたから、うん、全然終わんない。もう、ラジオだけでもう1日みたいな感じのも多くて、だから逆に2人しかいなかったから、片っぽやが風邪とかで休むともうほんと1人みたいな、うん、あーもうほんとに実際に大変なことでしたね。やった時にもう焦って、でも
レポートとかでも4分しかないから、そうだね、やばいと思って、うん、あの時多分17分喋ったんかな私、うんうん、一人で東京に行ってたす、いって噛んだ、行ったった時の話をしとって、まだ東京とかすごい観光とかしとったけん、ネタがあったんだけど、うんうんうん、もしライブしてない週だったら何喋ってたんだろうと思って、でもライブしてない週にそういうのが来たら、うん、あ、なんかやばい、どうしようってなる。そう、何喋ろう、家で何してたっけとか、そう考えちゃうから、うん、そう、なんか皆さんの立場から話してみるとあれですね、一人で15分間プレゼンをしてください、うん、いきなりっていう気分なのかな、ね、すごいドキドキだよね、うん、そう、それを公共の電波に乗せてもいただいてるっていう、さらにねちょっとプレッシャーもあって当時は、ね、でも今ではすごい私ラジオのお仕事楽しいですよ、本当楽しいね、なんか高知県のアニダラとか私すごい大好きだったので、アニメとか音楽が好きなので、うん、もう嬉しかったですね、純粋に。そう、生放送とか呼んでいただいたりとかもしてて。あったな。結構朝早くからとかのもラジオもありましたし、うん、朝のラジオ楽しかった。うん、なんか一人で行った時もあって、やっぱ一人って緊張したけど、意外にやってみると面白いし、うん、その日がちょうど、話振ってくれる、そう、水木しげるロードでの公開、うんうんうん、生放送で3時間ぐらいやったのかな。なんか目玉親父を頭につけて歩いたりとか、あの時に初めて。てかな、レポートの仕事をして、うんうん、そのラジオの中で。ご飯とかの？そうそう、うん、お客さんが歩いてるお客さん、観光客の人に、すいません、いいですかみたいなのをして。楽しかった？楽しかったけど、それをするよって言われた瞬間も、それ結構前から言われてたんだけど、もう心臓バクバク。うわ、一人で行くのどうしようみたいな。お願いしますって逃げちゃったらどうしようとか不安もあったけど、やってみると意外に楽しいよね。やっぱそうなんだよね。現場に行かなきゃわからないことだってあるよね。うん、てか慣れてきて、あとおしゃべりできるようになると、あの CM とかもいただいたりね。光、うんうん、も結構させていただいたんじゃないかな。クイック、クイック、クイック。クイック。クリックな。クリック。でも結構みんなやってるんじゃない？そうだね。私もいただいてますね、結構。うちだって、でもね、私がやって、やってる、なんか、やつ多分みんな気づいてないと思う。なんでかわかんないけど、ちっちゃい子役多いんだよね。あ、そうなんだ。小学校低学年年長さんぐらいの役をお願いしますって言われた時は、お、お、はいみたいな感じになってる。ちっちゃいからね。いや、そういう問題。まあね、身長がちっちゃいからね。それは関係ないと思うよ。私あれでしたよ、ちっちゃい男の子役と、ちっちゃい女の子役と、あと長女役、一人で三役。そう、CM の中で、うん、なんか、多分お部屋の CM だったんだけど、僕もお部屋が欲しい、私もお部屋が欲しい、私も大きなお部屋が欲しいみたいな、そういう、そういう。私は、なんか、将来の夢を語るやつと、あと、広島風お好み焼きっていう。懐かしい。ありましたね。ありましたね。皆さんも聞いていただけたかな、うん、ねえ、まあ、もう流れてないかもしれないけどね、もしかしたら流れてるかもしれないけど。私の流れてんの？まだ流れてるの？どうだろうね。また、ゆっくり時間ができたら聞いてみようか、みんなで。そうそうそう。はい。お出かけした時のお供にでも。はい。ちなみに、マネピの声は未だに流れてます。何流れてるんですか？マネピ結構流れてるよ。いろいろ流れてます。はい。なんだかいいの？え、トマ、トマさん。トマさん。八百屋さんとか。トマ、トマイトさん。よく聞いてたら、ね。トメイトさん。結構ね、そういう仕事ね、ねしてたからね。いただいて。ね、ありますね。だからね、はい、天狗っていうのがあるんだよね。おあ、でもな、本当、これ今日ラストじゃないですか。そうですね。せっかくだから天狗流そうと思ったんですけど。はい、さすがにそれなんかちょっと違う、ご本人が。ほんと流そうと思ったのよ。うん、でも、計画上は流せる予定だったの。うん、でも、途中、新曲やるよってなったじゃん。あー、で、昨日新曲、昨日じゃない、前回新曲流しちゃったから、うん、ってことは、もう残りラスト1回は、オリジナル曲を流すということ。そうね、もうその曲しかないもんね。で、あと1曲残ってるんですけど、みんな何の曲かわかるかな？いやー、まあ、光たちにはわかるよね。わかるね。みんなもわかるよね。わかるよね。みんなわかるよね。え、分かっとる？うんふん。分かってないな、これ。ちょっと、うんふんって乗り切ってみた。まあ、これ、ミオさんですね、うん。最後まで分かってないっていうのがミオさんなんですけど。あえて、ミオさんに曲紹介してね。え、それちょっと待って、いい大丈夫、ぐだるからやめよう。いいよ、やめて、公共の電波、公共の電波。大丈夫、大丈夫。ね、社長、それがいいですよね。早く行けよ。もういいよね、紹介して。紹介してあげて。はい、3、2、1、どうぞ。じゃあ、みんなで一緒にじゃんけんしながら楽しみましょう。最初は、ピン。
ということで聞いていただいていますけど、はい、この最初はピですね、うん、ピットン締めというミニアルバムに入っている曲になっております、はい、ということでミオさんって言いたいんですけどいないんですよね、目の前にいないんだよね、あのちょっとね、まあ諸事情があってね、はい、どっか行っちゃったね、走ってます。もうね、あのさ、ステージ上のミオってほんとすごいの、うん、もうなんか人格変わるからね、なんか本当にミオって思うぐらいすごいんだけど、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、練習中っていうか裏の顔と表の顔が違いすぎて面白いよね、みんなに見せてあげたかったよね最後。なんだろうね、ステージの上とかでは結構しっかり者みたいなイメージもあるんだけど、うん、私たちから見たミオは本当マイペースというか、うん、踊りとかなんかとかもこうなんていうの、すごい上手いけどなんかちょっと違ったり、でも本番になると戻るんだよね、いつも通りに一緒になったりとか、だから本当にあなたはミオって思うことが多いよね、うん、なんかなんていうんだろう、急に MC とかもパーンって喋ったりとか、決めるんだけど実は忘れ物が多かったりとか、忘れ物は大したね、まあ、すごい焦ったのは衣装を忘れたっていう時は本当焦りましたよ。え、その時はどうしたの？あの2着持ってきてる時で1着で頑張った。あ、ならよかったね、うん、1着じゃなくてよかったね、うん、そう結構ね、いろいろトラブルもあったけど何やかんや解決したというか、キャリーバッグ忘れた時にはそれはちょっと焦ったけど、でもある意味なんか持ってるんでしょうね、うん、そうだね、だからそう、まあ、裏でトラブルが起きたとしてもなんとかやりこなしちゃうっていうのがミオだなってやっぱり思う、うん、まあ、これミオがいないから言えるんだけどね今、うん、まあ聞かない限りはまあ一生聞くことはないであろう。なんか初めて会った時はなんかあんまお互いもなかなか喋んなくてっていう感じだったんだけど、今も全然そういうこともないし喋るし、まあでも結構一緒にこんだけやってきててもわかんないとことかまだあるかな、今何を思ってんだろうとか、まあ分かる時もあるけど、パッてふとした時に見ると何考えてんだろうとか、今どんな感じなのかなっていうのもあるし、だいたいご飯のこと考えてますね、まあ、そうですよね、おかえり、和社か、うん、和社だよ、和社の話をしてたんだよ、お茶って言ったのにベックル買ってきた。諸事情バラした、諸事情バラした。え、お茶買ってきます、イコール飲み物買ってきます、え、違う、そうじゃなくて、あのミオがそうやって抜けたじゃん今、うん、それを光が諸事情で抜けましたって言ってたのに言ってたくせに横で、あ、お茶じゃなくてビックル買ってきてるだけ言って自分で言ってるし、そうそうそう、こういうこと多々ある。今ちょうどミオの話してて、ですよね、ご飯って聞こえたから間違いないと思いました。あのミオってよく忘れ物するよねっていう話をしてね、こぼさないでね、ごめんちゃん。もうだって聞いて、うん、もうみんなも聞いて、これラストのラジオだよ、うん、納期にビックル飲んでるからね、まあ、超ゆるいね。ねえ、さっき来た人。これが私。だってミオあれでも来て2、3分後にスタートだったもんね。うん。雨なんかびちょびちょになりながら来たもんね。うん、突然雨に降られた。いや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 。まあ、これがミオなんですよね。まあね、もうなんかもう飲んでるから。なんかさ、うん、皆さん3年間ありがとうございました。やらかしたとするじゃん。うん。もう怒れないもん。あ、ミオだもんねってなる。やったー。分かってんじゃねえか。やめてくれ。あの、最後になってみんなのイメージを崩すのをやめてください。そうです。ヤマトナデシコのミオさんでいてください。あ、ちょっと、そのイメージ崩れてるんだ。あの、コントで、引き出しを片方ポンって閉めたら、こっちの引き出しがポンって出てくるようなコントって見たことある？ないです。あ、ないのか。はい。ない、ないんだ。うん。そんな感じって、ミオのママが言ってました。どんな感じ？一個閉めたらこっちが出るって。あー、なるほど、なるほど。あ、自分でもわかりません、ね、ちょっと。でもミオはあれ好きだよね。ちょっとあの芸やってあげてよ。どれ？あの、許してあげるやつ。どれ？ね。許してあげる。わかりますよね、社長。わかった、わかった。はい、3、2、1。許してやったらどうや。でしょ？そう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 。あ、知らん？光。いやいや、なんか聞いたことあるよ。その横顔新幹線みたいな吉本新喜劇が大好きです。そう。だってさ、クールっぽい、こんな女の子、お笑い大好きですよ。いや、マジ好きです。全然、見た目と想像つかないでしょ、うんうん、許してやったらどうや。もうずーっとこれ車の中で言われたらどう思う？何を許すねんって。それが運命なんや、みたいな。もうなんか、光だんだんイヤホンに手が伸びてくる。めっちゃ光だんだんイヤホンに手が伸びてくる。言われるようになってきたね。光だんだんイヤホンに手が伸びてくる。だって今まで、光だんだんイヤホンに手が伸びてくるとかはさ、やだ！ミオさん、ミオさん、あの、これしてもいいですか？こうですか？こうですか？だったら、今なんか、だってさ、みたいな感じだよ。どうですか？先輩として。ごめん、ちょっと話がいい。なんで今から一人でビックル飲んだるし。ねえ。
あの、ラストですよ、これ。知ってます。知ってます知ってます。大丈夫ですか、だって硬い感じ嫌ですもん。の割には、なんか原稿覚えてなかったりとか、ね。そうだから、めっちゃ隣のおちゃん何も飲んでないのにね。さっき飲んでた。やめよ、喧嘩になる。最後喧嘩は嫌だ。やばいやばい。最後と最後を終わりましょう。なかなかやばい。本当におもちゃが入ってるかもしれない。ビッグル飲んだらね、飲む。まあ、ね、待って。もう、もうごめん、何も言えない。ね、分かった。さっきうちが言ったこと分かったでしょ。3年間一緒にやってきても何考えてるのか分かんない。はい、オロッケ。結果オーライ。もうこれがミオです。了解。もうミオって何ですかって言われたら、ごめん、自分も理解できない。オッケー。ミオは引き出しということで。引き出し？うん。引き出しそんな多くないかな、ちょっと。もうごめん、これ以上話したらわけわからなくなってきてさ、もうこの話やめよう。ラジオの話題終わっちゃうよ。ラジオ、あと6分。ほら、6分しかないじゃん。誰私の話してたの？いや、あなたが消えるからいけないんだよ。誰？あ、そ、まあ、まあ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 、もうやめやめやめよ。置いといて。はい、置いといて。はい、戻りますよ、話。はい、ということで、ラストなわけですよ。まあ、ほんと、3年間ですね、私たちにとっては約。で、ヒカリにとっても1年半ということで、ラジオやってきたのはもう、私たちも1年ちょいやってきてるんですけど、うん、まあ、この全体の活動を通して、たくさんの方に本当お世話になりました。ラジオ自体も最初に言ってたけど、コウチケさんに出会わなかったら、こうやって、ラジオのお仕事する機会もなかったかもしれないし、まあ、コウチケさんの番組の中でナチュラルさんにもお会いして、本当ですね。うん、で、その、それ以外にも、私たちは新年にね、お年玉くださいっていう生放送のラジオにも出させていただいて、その時にコウチケさんとジェームズさんにもお世話になって、うん、で、私がこの前、一人で生放送した時は、オンちゃん、オトダさんにもお世話になりました。うんはい、で、まず、この、ここでこうやってラジオできているのは、うん、社長や部長さんのおかげということで、はい、でね、あとたくさんの方にもお世話になっていて、いつも遅くまでやってても、うん、全然何一つね、怒ったりとかしなくて、全然大丈夫ですよって温かく言っていただいて、本当にたくさんの方に支えられて、私たちこうやってライブとかもね、ラジオとかもできたと思います。うん、だって、はい、まずライブハウスがなかったらライブもできないわけだし、うんうん、企画してくださる社長さんとかね、運営さんがいなければ、うん、私たち出演することもできないし。そうですよね。本当ですね。あったかいアイドルさんも皆さん、うん、あったかいですね、本当に。そう、本当にたくさんの方に会って、なんか、変わってったじゃん、自分の。ミオだって、姫キュンさんを初めて見た時、うん、涙したことだってあったし。懐かしいな。そう。誰もが一度は多分そういうことは経験してると思うんだよね。他のアイドルさんを見てこういう風になりたいと思ったことは、何回もあると思う。うんうん、まあ、その中で、今こういう、状況まで来たんだけど、まあ、私が最後に言えるのは、このメンバーでよかったなって思える。うん、初めてコスピット、まあ、最初、まあ、メンバー増えてから4人になる前に、3人で、この今のメンバーの3人で、ちょっとだけお話を、したことがあったんだけど、はい、うん、それをこの前また3人で、同じ場所でする機会もあって、うんうん、でもやっぱり、懐かしい。なんて言うんだろう。みんな、違うんだけど、やっぱこの3人が揃う、言わないとできないことがあるっていうか、なんかそういうのを改めて知れたなっていう。たとえこの活動が終わったとしても、そのミオは大阪に行っちゃうわけだし、うん、で、ヒカリは受験で、会える機会は少ないかもしれないけど、私は死ぬまで一緒に付き合いはしていきたいなって思ってる。ね、終わるけど終わらないみたいな、ね。そうだね、うん。そう、ちょっと距離が遠くなるだけで、うんうん、まあ、活動がなくなった分、私たちは会えるわけで、まあ、うん、もちろん皆さんにも会える機会は、そうね。いつか、必ずあると思います。また縁があればお会いできると思いますので、うんうん、まあね、一応縁は嫌でも切れないというわけなので、そうですよね、はい、少なからず切ることはないでしょう、うん、出会いは一生って言いますもんね、はい、というわけで、うん、そうなんでございますよ。なんとこんなお時間ですよ、うん、そうですね。なんかさっきの話ってめちゃくちゃ盛り上がってたからね。そう、なんかミオさんの話してたら終わったね。最初の感じになったんじゃない？もうとりあえず真ん中ら辺はわちゃ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 して最後片付けるよみたいなことミオ言ってたけど、まあミオが言った通りになったんじゃないですか。片付けたかな。まあいいや。まあそんなこんなで、まあ終盤なんでございますけれども、はい、もう出演情報をお伝えすることはありません。ありません。はい。ないので、まあでもツイッターとかはもうちょっとやってるので、ね、今日28日ですけど、ね、多分9月いっぱいはまだまだあると思うので、10月の後半ぐらいまでやってるんじゃないですかね。最後どっかでリブ祭りでもやりますか。やりましょう、やりましょう、ね、楽しい楽しい、はい、だから本当に
別れじゃないもんね。そうだね、私たちの最後だけの最後じゃないもんね。そう、事務所に伝わっているさよならは言わないというね、ありますもんね、言葉が。そうですね、さよならは誰も言ったらダメなんだよ。そうだよ、なんかね、最後はあれもさよならじゃなくてバイバイじゃなくてまたねで終わんなきゃいけない。バイバイとまたねぐらいが一緒かな、だからそうだね、別れじゃないんだよ、絶対会えるから、どっかで会える、世界は狭いから。そうだよ、うちらだって会えるんだし、会えない距離じゃないし、狭い、狭い、世間は狭いよみんな、ね、ね、大丈夫です。またこのメンバーで戻って何かできることがあるかもしれないですね。突然みんなの前に現れ出すかもしれない。そう、何よお前らみたいな。誰だっけって言わないでください。なんか髪の毛切ってるみたいな、ミオだよみたいな方もあるかもしれないもんね。私もっと切ってると思うけど。あ、逆に？うん。ベリーベリーショートぐらい。どうしよう、なんかレンさん腰まである髪とかになってたら。え、ちょっと怖いねそれ。どうしよう、社長の髪がなくなってたら。そっち、うん、そう、めっちゃ見てる。そういうリアルな不安を抱えてやめてください。なんで坊主にして。そういうこと、そういうこと。お寺に修行に行ってたみたいな。残り1分もないですよ。もう1分もない、はい、最後に何か言いたいことある？まずじゃあマネピから、はい、皆さんコスピットを支えていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。あいみお、あいみおさんはですね、はい、よくも悪くも皆さんとつながった縁を大事にしたいと思います。みおさん、これからもよろしくお願いします。はい、光、光は、なんかもうとりあえず感謝しかないです。ありがとうございます。はい、皆さん大好きです。ということで、また皆さんとどこかで会えますように。よーおっぴー、バイバイ。